はい、というわけで皆様、今週の今週だね、今週のゲストは皆さんご存知、そしてお待ちかね、まあ、まさか本当は来ると思ってなかったでしょね。というわけで、桜井さんでございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、本当にもうこんな番組に行って、本当にこんな番組って言っちゃいますけど、こんな番組って言ってると本当にこんな番組になっちゃうんでやめときましょういや本当にね、ちょっとあの来ていただけるっていうのは ありがたいことで、いやいや、とんでもない。いやでも視聴者の人のイメージでも桜井さんってこういう感じって言ったらいいんですけど、こうあんま緩い番組そんなに、いやー緩い番組、わしゃがななんかは緩いですけどね。わしゃがなは緩いです。どちらかというとスマブラを作っている都合上、はい、例えば何かのゲームに紐づくとか何かのゲームを応援するっていうことがなかなかできないんですね。なるほどなるほど。すぐに何かに紐づけられると、これ参戦かこれ参戦かっていうふうに、そうですよね、気使ってるんです。なるほど、そっか、気遣いの結果今そういうことになってる。まあでもあんまり出たがりでもないですけどね。そうですよね、もともとそうですよね。インタビューとかも断っちゃうこともまあまああります。なるほどなるほど。桜井さん信じてもらえないと思いますけど、2002年ぐらいまでは僕もとても写真もダメって言ってたぐらい取材断ってたんです。私はね、理解できるというかすごいシンパシーを感じますよ、そういうところ。あ、本当ですか。やっぱり役割なんですよね、はいはい、それぞれの人たちの、はい、役割で、しょうがなく出ているっていうような側面もあるというか、でも、はい、やるからにはちゃんと頑張るっていうことが大事かなと思う、はい、私もそうですね。あ、そうなんですね、僕もだから僕はある日急にスタンスを変えたんですけど。なるほど、はい、本当はこれ信じてもらえないと思うんですけど、本当に嫌で最初は、うん、で絶対出たくない、名前もう出してほしくないし、写真は本当にとにかく NG にしてくれって言ってたぐらいなんですけど、まあ、ちょっと時代がいろいろ変わってきまして。そうですよね、なんか発言をするからにはちゃんと名前も出さないといけないし写真も出さなきゃいけないのは当たり前なんで。そうなんですよ、やむを得ないですよね。そうなんです、はい、それを言ったか言わないかっていうのが特にアメリカを中心に結構ゲーム作ってる人がその直接発信するってことはとても重要視されるようになってきたので、はい、まあ、桜井さん、いわゆる任天堂のダイレクトもそうですし、桜井さんがスマブラで撮られてるスタイル、直接やっぱり自分が使い方として教えるとかっていうのもまさにそうだと思うんですけど、うん、あれはもう、いや、あれはまあ、うん、お金がないからですね。あ、そうなんですか。いや、そんなことはない。お金がないってことはない。単なるダウンロードコンテンツの一つですからね、そのためにわざわざ番組を立ててくれるって基本ないんで。まあでも、最初にして最大の、こう、PR 効果が、桜井さんがね、話すと出るっていう意味では、僕も収録、ちょっとご一緒させてもらいましたけど、なかなか大変でしたね。あれは数や技多すぎ。まあそれも もちろんそれもあったと思いますけど、あれをね、バンダイナムコであれですから、監修とかいろいろ含めていろんなタイトルをあれだけされね、こう言うてもいわゆる他社様のからお借りしているものでやってるんで、はい、相当気遣いも含めて。でやっぱりそれぞれの会社で監修などについては個性が出ますよね。あ、出ますか。キャラクターモデルについては相当厳しいが他はそうでもないとか。あ、なるほど。言動について気をつけなきゃいけないとか、キャラクターのですね。あ、その点で言うとうち結構緩めだったと思うんですけど、そうでもない。そうでもないと思いますよ。そうか、そうか、そうか、そう、割と。いや、元のモデルがちゃんとあったし、はい、元の技もあったので、そういう意味では全然大丈夫だったんですけどね。はい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 。ちなみに全然これも使えなかったら使えないで全然いいんですけど、桜井さん水はそのまま飲まないっていうのは。ああ、そうなんですよ。普通にミネラルウォーターとか、お水とかをただ飲むとなんか気持ち悪くなっちゃうんですよね。はい、それはさっきおっしゃったように普通の水道水だろうがミネラルウォーターだろうが浄水された水だろうが
はい、それをコップ半分ぐらい乗るとなんか気持ち悪いっていう。不思議ですね。不思議ですね。僕ちなみにそれ他の方でも一人だけ知ってて、はい、その人曰く何を飲んでるのかわからないくなるので、それは水を飲んでるんじゃないんですか。水なんですけど、水って要は、はい、味がしないって言ったら変ですけど、何て言うんですか、その水は味するけどな、 するんだ。あ、でも精神的なもんなんですね、じゃあどっちかっていうと。いや、わかんないです。あの、とにかく体にあんまり合わないっていうだけなんでしょうね。なので、あの、自分が飲んでる時にはですね、ゼロコーラとかが多いんですけどね。それと世に知らしめた方がいいですよ。あの、ちゃんと海外とかの取材でもこういうね、うん、ゼロコーラとかそういうのが出てる。いや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 、うん、まあ、あの、先方に出向いて取材なんてもうコロナのおかげでほとんどなくなっちゃいました。確かになくなりましたけどね。ただあれなんですよ、何々の使い方を収録しようとすると任天堂の方がゼロコーラを用意してくれてるっていう。あ、もうだからそこもちゃんと知られてるからですよね。いや、でもこれもうちょっと知られてもいいと思いますけどね。というと、うん、そういう話ばっかり出ると自分はゼロコーラばっかり飲んでるっていうことになっちゃう。いや、それはないですからね、皆さん勘違いしない。そんなわけがない。僕もあの、ちょっと実はこの4年も飲んでないんですけど、飲まないように、ちょっと健康のこと考えて飲まないようにしてるんですけど、テキーラが大好き。強いですよね。はい、で、はい、テキーラが好きなんだって結構昔言ったんですよ、十数年前に。もう、なるほど、行く先々でテキーラが出てくるんですよ。そうそういうもんです。で、もう原田さんはテキーラばっかり飲んでるってイメージになっちゃって、もう一回メキシコにも行ったんですけど、もう大変なことになりまして。情報ってそういうもんで、ちょっとだけ出るとそれが真実となって広がるんですよね。桜井さんに関してはそれがちょっとむしろ多いかなって気がしますよね。まあ、こうやって砕けた番組に出る機会が比較的少ないからかもしれない。だと思います。だから情報がたくさん桜井さんがいっぱい発信されるわけじゃないので、たまに出てきたものをすごくやっぱりファンの人が喜んでキャッチしちゃう。でそれを話さないっていうのがあるんだと思うんですよ、多分。いやー、勘弁してほしいですね。いや、で、さ、仕事柄しょうがないのもありますけど。しょうがないです。しょうがないです。桜井さんは多分、どうなんでしょう。桜井さんは多分、そんなことは多分自分で意識されてると思わないし、気づいてるわけがないと僕は思ってるんですけど、桜井さんって、結構業界の中でも珍しい、視聴者って言ったら変だな、なんだ、いわゆる一般のゲームコミュニティ、ゲームファンの方から見た時の桜井さんと、はい、僕ら同じ業界にいる人間から見た時の桜井さんっていうのがあんまりイメージが変わんないんですよ。ああ、そうですか。これは多分僕はいろんな人によく言ってて、うん、そういう話を。珍しいパターン。それでもですね、うん、自分に対する感じ方というか、例えば私が暴君のように感じてるような人もいるらしくって。ああ、その、ああ、なるほど。チームを統率するという意味で。ええ、何でもかんでも決定するっていう。あ、スマブラっていう、まあでもスマブラみたいな、さっき言ったその、他者様のこう、お借りしてるものをまとめ上げるっていう意味では、相当暴君じゃないとできないだろうみたいな見方してる人はいるかもしれないですね。まあそれによって、私自身がかなり怖い人のように見られているっていうこともたまにあって。なるほど、なるほど。なんか、ちょっとのことも許さないとか。ああ、でも、イメージがあるんじゃないですか、多分そういう。どうなんでしょうね。ディレクターとして厳しければ、おのずとそうなるでしょうね。うん、だから、仕事っぷりとしての厳しさとして伝わってるんだったら、僕はそれ結構プロフェッショナルとして、割とプラスの側面もあると思うんですけど。そうかもしれないです。多分ね、でも僕が言ってる部分は、どっちかっていうと、そこまでも踏み込んでなくて、ミステリアスなんですよ。ミステリアス。ミステリアスです。あえてこの言葉を使いますけど。はあはあ、じゃあ私はミステリアスのまんま生きていきましょう。いや、本当に桜井さんはミステリアスですね。不思議な感じで。登場するときに X ファイルの曲とか流れちゃう。いや、だからこの業界にいると、いろんな方の
あの裏話とかこう噂話も回ってくることもあるわけじゃないですか。はいはい、で大体そうすると実はあの人ああ見えてこうだよっていうやっぱりギャップがあるときに一番話題になるので、あの外には出ないですよ。一般の外には一切出ない話だけど、へえそうなんだってみんながなるような話っていうのが桜井さんは本当に聞かないです。だから僕知りたかったんですけど、例えば桜井さんって業界の中ではどう、まあ、これも言える言えない部分はあるのかもしれないですけど、例えば仲のいいクリエイターの方とかって どういう方とか、そういうお付き合いとか。わりかし、普通にお付き合いがあるというような程度ではありますけどね。あのそういうタイムリーな話としては、はいはい、ちょうどこの前あのゲームディレクターズ会合みたいなものをオンライン会議でやりまして、はいはいはい、そこに出ていたのが、例えば単眼論破の小高さんとか、はいはいはい、ニーヤの横尾さんとか、はいはいはい、プラチナの神谷さんとか、ああ一応僕も全てお付き合いは富山さんとか、あその辺でした、ね、あれ全然つながってるなあ、そうなんですか。うん、もうじゃあみんなただ、まあ、あのしょっちゅうやり取りをしてるってわけではないです、うん、なるほど。あでも今出て名前が挙がった人たちはそれぞれにさっき言ったようにそのいわゆるめちゃめちゃ面白いエピソードとか回ってくる人たちばっかりだけどね。いやそれはね、うん、あのツイッターを見て知れるっていうところもいくらかありますよね。ああなるほどなるほど。本人が自ら話をしているような。なるほど、ね、いやあの僕は桜井さんにはあの結婚式の披露宴にも来ていただいていたので、まあ、その頃からあのぐっちゃぐちゃの結婚式ですよね。そうあのちょっと多分見に来られてかなり呆れられたと思うんですそれはね全然ないんですよ。うわすごいって思う本当に感心したあ本当ですか。こんなにたくさんの人を集めてしかも周到にメッセージとかをいただいていて、いやそうなんですよね。顔も広いし、いやまああのね顔広いのはいいんですけど、あそこの会場は今思えば火事になったりあの爆弾が落ちたり隕石が落ちてなんか滅びたりしたら大変なことになったなと思って。あれですね、あの E3 に行く飛行機と同じです。そうですそうです。業界人がみんな乗ってるから危なかったやつですね。そうなんですよ。本当にね、だから僕のイメージからするとこうこれあとねあの画像はお見せしますけど、桜井さんの対談のイメージでこれなんですよね。わあ懐かしいですね、はい、ファミ通のやつですね。ファミ通のもうこれは過去に載って公開されてるやつですけどこれなんですよ。だからあのこれちょっと僕ひどいなと思ったのがファミ通さんあのこれですね、この新春クリエイター対談ってやつ、はいはい、これだったんですよ。でこの時ね僕実は小野さんと話してるんですよ。そういえばありましたね。そうなんですよ。この懐かしいのあの紹介に対してですよ、海外でもあれ野茂哲さんと桜井さんのかっこいいってすごい言われてる中で僕と小野さんのサムネイルこれですからどっかで見たなソロこのトーン&マナーの違いですよ、この扱いの違いもうひどいなファミ通さんと思ってなぜかスマブラ4なんですね、そのデザイン。そうなんですよね、スマブラロゴ、スマブラ4の。確かにそうだ、本当だ、スマブラ風でやってます。いやこういうこのギャップですよね、これがすごい。まあそりゃだってね、あのファミ通としてはいろいろな個性があった方がいいでしょうしっていう味付けなんで。そうなんですよ。であとこれですよ、これがね海外で僕と桜井さんといえば、僕と桜井さんミックスで検索すると一番最初に出てくる画像っていうのがあるんですよ。ほう、それは何かというと、嫌な予感しますけど。いや大丈夫、これは大丈夫です。もう世の中出回りすぎて、もう2018年なので結構前なんですけど、こうね、いわゆるザ・トゥー・スタイル・オブ・ファイティング・ゲーム・マネジメントって、いわゆるその、はい、違うスタイルのいわゆるゲームのファミコミュニティはどうまとめてるか。下の字幕ここからは読めないですけど、字幕はね、これ面白いんですよ。こ字幕アップになってるやつあるんですけど、どこを切り取ったのか。いやこれいいんですよ、桜井さんはとても印象が良くてですね、これですね、いわゆるアワースタッフ、コンティニュー、いわゆるその、あなるほど、我々のスタッフはこのゲームがちゃんとリリースされるまでもう頑張り続けますと、でもうあなたたちのそのサポートに非常に感謝いたしますっていう、本当にこれ確かにおっしゃったセリフだと思うんですよ。
ええ、もちろん言ったから下に字幕がある、はい、そうですね。おっしゃったセリフの横に僕が Don't ask me for shit っていう T シャツを着てる。これ実際僕もこれは実際ファンコミュニティの映像で、なんか情報ありませんかって言われた時にこれを出したんですけど、うん、今度交換してみましょうか、はい、大変なことになる自分がこうやってこれがでもいわゆるすごい共感されていて、いわゆるツイッターとかがああいうネット界隈の特にウエスタンマーケットの人たち中心に思われてるイメージらしいですね。いやまあそのイメージが本当か嘘かは別として、うん、いろんな人がいた方が面白いのは確かなので、まあいい言い方するとそうなりますよね、はい、まあそうなんですけどいや僕は結構これ見てね、あそうそっか、ここを切り取られるんだと思って怖いですね。そうなんですよ。あと1個これ1回だけ坂口さんに聞いたことあったんですよ。その時その画像がなくて、いろいろ用意周到に画像を集めてます。僕桜井さんの画像とか業界人の画像、いろんな番組見てる人知ってると思いますよ。僕業界の人の写真とかすごいプリントアウトして家にいっぱい置いてあるんで怖い。集めるのが趣味なんです。これ僕桜井さん言ってないと思うんですよね。僕これ該当する映像見つからなかったんですけど、いわゆる Never ask me for anything ever again、 つまりもう二度と私にそういうことを尋ねないでくださいみたいな、言ってないですね。絶対言ってないんですよね、これ、うん、これね明らかにしといた方がいいんですよ。これねすごくいわゆるそのインターネットミームじゃないですけど、キーワードとして桜井さんの画像によくこのキーワードが付けられてるんですよ。いわゆる僕は本当にあの T シャツやったから、いろんな写真に Don't ask me for shit って書いてあるんですよ。それはもう自業自得というか、これ俺が言ったことやったことなんでしょうがないし、全然まあみんなが面白おかしく言ってくる。この桜井さんは僕と同じ扱いでやされてるのがこれなんですよ。あれなんですよ、うん、ツイッターのプロフィールに、質問には受け付けられませんとは書いてあるんですよね。はい、まあそれをすんごいきつい言い方にするとそういうことになるのかもしれないですけど。なるほど。まあ言ってはいないです。そうですね、はい、これは明確に実はしたかったんです。これ最初の頃はみんな分かって出してるんですよ、これ、うん、言ってないのに書いてあったやつ。でも元ネタが分かんなくなっていくんで、なんかそういうのもね、言ったことになっちゃうんです、ね、他の人が言いたいことを、自分の顔やアイコンなどでやるのはやめてほしいですね。あなんですよ、冗談であっても。 ありますね、ありますね。僕なんか自分の主義主張みたいなものを、ね、人の力を使ってやろうとするのはやめてほしいです。あなるほどなるほど。いやでもそれは分かります。僕はまさに、うん、僕よくそういう意味で言うと小野さんと僕はよく使われてたので、そういう、ね、まあ、まあ、まあしょうがないかなって、見から出たサビかなと思うけど、桜井さんって幽霊見えますか？見えません。はい、見えない、全く見えないです、残念なことに。俺桜井さんは見えると思ってたんだよな、ね、なぜ。いや他のミステリアスだからだと思うんですよ、ね、いや見える人は繊細な傾向があるなとは思ってて、それでいくと桜井さんはひょっとしたらこの業界でもこう数ある見える人なのではないかと僕は勝手に思い込んでた。残念でしたね。見えないですね。見えないです。ちょっと親近感を受けましたねただ例えば霊とか、はい、そういうものについて否定はしません、ね、はいはいはい、それは僕も今は僕もそのスタンスです、うん、だってなんだかんだ言って、うん、人間がどのように動いているのかとか、はい、まあ、例えば思考はニューロンがとかそういうようなところはあるけれ ど、なるほど、結局その同じものを作った人間が生きてるのか死んでるのかってまだ解明しきれてないですよね。あ、おっしゃる通りです、はい、そういう中には例えば霊的エネルギーみたいなものが本当にあってそうしてるっていうふうな考え方ももちろんあるだろうし、うんうん、そうですよね、はい、だってそもそも仮想現実理論みたいなのさえありますもんね、未だに。とにかく、うん、科学的に考えるから否定ができるっていうわけではなくて、ではないですよね、科学的に本当に突き詰めた結果、うんうん、それが証明できるかもしれないっていうような可能性もあるわけだから、うん、あ、そうですそうです。僕はどっちかというと証明したい方なんですけど、はい、証明したいというか、なんかアプローチ、科学的アプローチで見えないかなと思ってるんですけど、そうなんですね。なんかちょっと話題を崩してみていいですか、関連事項。もう全然全然。私ね、ホラーゲーム不干渉なんですよ。え、ちっとも怖くない。あれ
え、すみません、ホラー映画はどうなんですか。あれもあんまり怖くないです、ね。あ、じゃあお化け屋敷とかもそうですか。わっと驚かされて、わってびっくりすることはあっても、それ生理的にびっくりです。ゾクゾクゾクってくるようなことは、まあ、ほぼない。珍しい。え、それなんでですか。わかんないけど、多分ゲームについては、あの仕組みを考えちゃうんでしょうね。プログラムで動いてるその仕組みを。マジですか。日常的になっちゃってるんですね。まあ、あの作るものの題材として、すごい。なんで、あの例えばゴキブリとかがわさわさわさって、人を包むっていう時に、はいはいはい、そのゴキブリを作るモデラーってこれのために1、2ヶ月過ごしたのかなとか、それはわかりますけど、ついつい考えちゃう。あんまり怖がらないんですよ。あ、じゃあでも、まあ、ゲームはね、確か職業病みたいなとこあるじゃないですか。僕も格闘ゲームで他社さんの遊んだ時に、純粋に勝ち負け以前に、え、これ今どうやってんだ、ちょっとストップみたいな感じで勝ち負け関係なくそっちに行っちゃうみたいなことはある、まあ、ある意味勝敗を楽しめなくなってる、はい、っていう意味ではそうかもしれないですけど、はい、でも映画とかだとまた違うわけじゃないですか。映像物だから、それでもあんまり怖くない。まあ、あの多分人よりは怖がってないです。やはり小学校の時に、あの夜の学校に泊まるっていうイベントがあって、その時に肝試し的に、あの夜の校舎を歩くっていうようなことをやったんですけど、はいはい、チームなし一人で一番最初に行きました。ちょっとも怖くない、どうなってんだろうな。羨ましい。え、僕ちょっと思ったんですけど、桜井さんひょっとして今まで人生で、僕何回もあるんですけど、イエーイってなったことあります？そりゃあるにはあるんじゃないですか。 あるんですかもしかして、あの喜怒哀楽がないやつだと思いました。いや、僕分かんないですよ。恐怖を感じない人だから、割といろんなことにフラットなのかな。あの、あくまで恐怖の部分だけです。それ喜びや悲しみっていうのはいっぱいあるわけです、まあ、悲しみはね、もうなんか人は、まあ、絶対あると思うんです。ドーンと落ち込むとかあると思うんですけど、めっちゃ喜んでる時とかってあるんですか。それを言ったことで、あの自分が無感情な人みたいな風に尾ひれがついたらどうしよう。いや、尾ひれはつかないです。あの違いますよね、今の僕の誤解ですから。だからそうじゃなくて、めっちゃめちゃテンション上がる時って例えばどういう時なんですか。めちゃめちゃテンションが上がる時、そう考えると難しいですね。やっぱり確かに、あのものすごく表立って、はい、イエースってやってることは少ないかもしれないですね。まあでも確かにそうですよね。僕もあのそれは大人だからってことですよね。大人だからだと思うんですよ。僕も確かにあのTeamsとかズームでイエーイって言ってるけど、真顔で打ってたりするので、みんなそうですよ。みんなそれは普通そう。まあ、割と原さん、そんなことで、はい、ちょっとまたホラー方面に行ってますけども、うん、いやもうそっちに行くと止まんないからやめようね。ちょっとこの後トークテーマあるんですけど、はいはい、ちょっとあの今日もこんな状態でスペシャル対談形式で撮ってますけど、はい、実は裏にまた竹虎さんが来てましてですね。そうですよね、竹虎さん、はい、たこ焼き焼かなあかんと、はい、第一弾がちょうど焼き上がりましたので、なるほど、ちょっとそれをもう一回出しながら、はいはい、次のトークテーマにちょびで行きましょう、行きましょう、はい、じゃあタイガーイーツが入りますんで。タイガーイーツ、どうもお待たせしました、タイガーイーツでーす。お邪魔します。タイガーイーツ来た。お待たせしました。山本とお会いできて光栄です。いえ、こちらこそ。ドキドキしてます。これが噂の、はい、噂というか、はい、恐縮ですけど、はい、お召し上がりください、うん、ありがとうございます。あなた様いつも通り、はい、はい、ありがとうございます。ますよ、ありがとうございます。じゃあちょっと早速、はい、一つパクッと。では頂戴します。はい、まずはちょっと食べてください。これ彩りというか、あのこのマヨネーズのかけ方とかも綺麗ですね、うん、これ。ちょっと見せてみたりして。じゃあ頂戴します。半分に割った方がいいのかな。うん、ちなみにこれは何ですか？うん、中身とか。中身はシンプルにタコ。で、はい、生地の出汁はカツオと昆布が、なるほど、中心になって、うん、これはうまいですね。よかった。アンバさんやったよ。よかった。
海外の人ってたこ焼きって分かるのかな。海外でもたこ焼きですか。あの観光客がたこ焼き食べて帰るのが人気のコース、うんうん、あの日本の漫画とかアニメの影響でたこ焼きが結構浸透してまして、あれは何だろうっていうのから結構10年ぐらい前から海外でも知られるようになって。なるほど。割といわゆるゲームとかアニメ漫画が好きなツイッター界隈にいるような人たちは結構たこ焼きはもうよく知ってます。ごちそうさまでした。僕はあの実は桜井さんのツイッターの今日は何の日、ああ、はいはい、今日は、ね、今日はあの、あれ、ゴエモンデザインが販売してるんですよね。はい。これ大好きなんです。毎日見てるんです。あ、ありがとうございます。いや、あれ楽しくって、で、今日は7月30日じゃないですか、収録ね、はい。そうですね。で、もうちょっとすると、あの、8月3日っていう日がね、そうですね、来るんですよ。来ますね。何の日か知ってます、ね、知ってますよ、僕は。あれ知ってた、僕は知ってる。何の日でしたっけ。え、これ言っちゃっていい、言っちゃっていいですよ。桜井さんの誕生日、あれいいタイミングで、そうですよね、はい、来るんですね、来るんですね、はい、ちょっと繋いでてくださいね、はい、なんか消えましたけど、はい、はい、ちょっともしかして、もしかしてですよ、はい、うわー、これはわざわざ申し訳ない、いやー、これはもうハッピーバースデーですよ、はい、ハッピーバースデー、空調で、空調で消えるぞ、消えません、空調がすごいから換気と空調がすごいから消えない、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーミーヤ桜井さん、わー、ありがとうございます、ハッピーバースデートゥーユーでございます、消しちゃってください、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。いやー、こんなにしていただけるとは思わなかった、まさかここで誕生日なんて、なかなかこの今このコロナの時期なんでこういう祝う機会がないのでね、はい、そろそろ祝える年ではないかもしれないですけどね、あ、まあそれもあるかもしれないですね、ありがとうございます、はい、ぜひぜひ、サプライズで、ありがとうございます。